ヒロミ生存ルート来たー！だけど来週死ぬかも！おい！これこそリバイス！ちょっと待って、ヒロミ会前後編かと思ったら、来週ヒロミ会の3回目があるみたいで、せっかく今週ヒロミデモンズ最後の変身プラス、もうそこで命を散らすかと思ったら、いろんなもうメンバーの思惑とかが混ざり合って、作戦が功を奏してヒロミが命を落とすことはなかったんだけど、予告でヒロミやばいことになってましたね。よかった、ヒロミ生存ルート入った、予告編みたいな。ちょ、もう上げて落とす、まさにリバイスの物語って感じ。なんか来週新展開しよう。うわ、そう、牛島家なんか新組織創設で設立してるし、この決まらない悪の三幹部みたいな、これがあれかな、牛島家の近くで地下で怪しい動きをしてた正体ってこと？でもこのザ・悪のアジトみたいなのが、これはどうなんだ？どうなってくんだ？来週、イッチとバイスによってデモンズドライバーに命を食らい尽くされる寸前に救われたヒロミ、さまざまな感情が渦巻く中、フェニックスへの忠誠心が揺らいでることを自覚した彼は、デボンズドライバーの真実をイッキラーに告げ、一人辞表を握りしめる。ああ、やっぱフェニックス離れるんだ。一方、悪魔を分離され、フェニックスに囚われたオルテカは黙秘を貫く。そう、オルテカもさ、悪魔と分離されたんだけど、キック食らって。だけど、これすらも作戦の一部っぽいのよ。その表情から真意を読み取ることができないが、目はまだ死んでおらず、不気味な雰囲気を漂わせている。その頃、さくらは牛島一家の息子ヒカルの自宅に招待を受ける。以前は不穏な状況に物怖じしてしまったさくらだったが、今度は意を決してその申し出に応じる。その先で待ち受けるものはこの新組織。え、なんて書いてある？ ディークエンド闇の新組織みたいな感じで絡んでくるとは。他の画像はフェニックスを去るヒロミ、新組織、そこに所属する形になるのか。さくら、アギレラ玉木組いいよね。お、どういうことだ。デモンズドライバー長官が、あ、違うか、長官は岐阜スタンプ持ってんのか。おーい、フェニックスに回収されることも全部やっぱ作戦のうちだったのか。オルテカがデモンズの正式な変身者ってこと？そもそもヒロミは変身者としてはイレギュラーだったって話ですから、来週からデモンズドライバー誰が使うんだろうと思ったら、速攻でオルテカが使うの？あとは頼んだぞ、五十嵐三兄弟って言って、このニヤキ顔。せっかく生存ルート入ったと思ったら、マジで？今週さ、見どころすごくって、まず、あ、そう、見どころすごくっての前に、ヒロミ会の後編でヒロミ決心の、まあ、もしかしたら最後の変身かもしれないのに、戦う時間が短いっていう、変身までがめちゃくちゃかっこよかったんだけど、その後リバイスのさ、フォームチェンジ祭りが入っちゃって、めっちゃ映像よくって、あれどうやって撮ってるんだろうね。本当に変身してないとあの映像撮れないんじゃないかっていうぐらい、このフォームチェンジコロコロ変わる、もうワンカットで撮ってるようなすごいシームレス変身で、要はこれから普通のバイスタンプの出番が少なくなるから、最後のおもちゃ反則映像みたいな。でもあれ見たらバリッドレックスも含めて欲しくなっちゃうぐらいかっこいい演出でしたね。そう、あとはさくらのジャンヌの大暴れが挟まって、もう全然ヒロミ映んないじゃんと思ったら、サクッとギフテリアン倒して、そのままオルテカを羽交い締めして、バイスとリヴァイのダブルライダーキックを受けて、オルテカは悪魔分離、デモンズはヒロミとドライバーの分離も同時にできて、ヒロミを助けることができたと。でその作戦もジョイさんのね提案だったっていうのと、それプラスヒロミの変身ありきで作戦を立ててたのも良かったですね。いつもだったらだいたいこういうのって、最後の変身だったら止めに入るじゃん、主人公が。じゃなくって、もうその変身者の性格を分かってて、あえて止めずに変身した後どうするかの作戦を立ててるっていうのが良かったな。ギフスタンプを回収したいアギラ様の協力なんかもあって、クインビーの共闘良かったな。そして変身しなくてもバンバン戦うフリオと、あと今週あれですよね、明らかに
坂本監督でしたよね。スメンアクションがさくらと一騎のめっちゃすごかった。変身前のバリバリアクションで、そのアクションしながら変身するジャンヌの流れとかもめっちゃかっこよかった。でもいろいろと今週また分かって、フェーズ3まで行ったデッドマンズはダブルライダーキックを打ち込まないと分離できないと、要はバイスかリヴァイどっちかがかけた状態のライダーキックは分離できないことが分かりましたし、ギフとギフ様とデモンズドライバーは、まあ、完全リンクしてるっぽい感じだったのと、あとはオルテカが撃破されてそのエナジーがまた回収されてギフ様に行った瞬間に頭痛を起こすバイス、もうここはバイス、ギフ様の悪魔がバイスなのか。そしてオルテカの真の目的は愚かな人類を次のステップへ進化させるギフ様を使って、それが目的ってことが分かりましたし、デッドマンズの創設者もフードをかぶった状態で登場しましたね。要はオルテカっていうのはもともと子供の頃から超天才だったんだけど、誰にも理解してもらえなくて自分の能力を持て余してたところにデッドマンズの創設者に声をかけてもらって人類を次のステップに進ませようみたいな、それに乗っかったんだけど、ただそのフードをかぶってる創設者の手元の癖、その何手元の形がどう見てもフェニックスの長官の手元と同じなんですよね。分かりやすすぎるだろうみたいな。なのでミスリードじゃなかったらフェニックスの長官とデッドマンズの創設者は同一人物、あの長官が敵側の組織のボスもやってるってことですよね。なんだその白い魔法使い的な暗躍の仕方。フェニックスの真の目的っていうのも別であって、そこがまだ今分かってませんね。ただ真の目的はジョカリと長官だけが分かってるって話 でそれを聞いてしまったチグサがフェニックスを裏切ったっていう風に言ってましたので、ヒロミ君はまだ知らなくていいよねみたいなチグサに言われてましたもんね。まだあとはまだギフ様に執着するアギレラ様で、アギレラ様はもう人類を幸せに導く神として、それがギフ様だよっていうのを吹き込まれてて、まだその思考が取れてないって感じだったし、ヒロミがデモンズドライバーの実験台だったっていうのもジョカリからもうはっきり言われて、まあ、君命をかけるって言ってたからいいじゃないかみたいな、あののらりくらいがまさにジョカリって感じですね。あとそうだ、ジョージ狩崎の目的も判明しましたね。最高の仮面ライダーを作り出す、これは分かりやすい。しかもジョージ狩崎っぽい、まあ、その先に何があるかってところだけど、とりあえず現状狩崎の目的は最高の仮面ライダーを作るために暗躍活動してるって感じだって。そしてまたギフスタンプを使って人間の犠牲を出すオルテカね、ちぐさに応援するとかさ、ヒロミの目の前でもう絶対ヒロミが変身しないといけない状況を作るあのヤバさで、そっから一騎とさくらが乱入でフォームチェンジ祭りになってヒロミごとダブルライダーキック、本当にみんなで命をかけてヒロミを救う回だったのが良かった。そして今回の活躍のおかげでついにママのカレーを食べられることになったバイス、初めてマスクを取っちゃってましたね。もうここで取るんだみたいな、マスク取って普通にカレー食べててみんなに、あ、そんな風になってるのね、ホラーじゃんみたいな風に言われてましたから、グロテスクな見た目になってるんじゃないかなと。そして五十嵐家がヒロミに呼ばれて、デモンズドライバーは悪魔だって言って、俺悪魔、要はデモンズドライバー、ドライバー自体が悪魔、これまで悪魔っていろんな形で登場したけど、あのドライバー自体が悪魔だってことが分かりましたね。なんでデモンズドライバーの中に誰かがいるんじゃなくて、もうあのドライバーそのものが悪魔みたいな、それが判明して今週終わりでしたね。でもやっぱり流れ的にバイスが裏切るとは思えないので、ギフ様の影響を受けてバイスが何かしらの暴走を受けるみたいな流れになるんじゃないかな。お子様には刺激的すぎて食べるところは見せられません。そして20話のアクションの見せ場として、ああそう、10連続のゲノムチェンジ、これほんとすごかった。ここがすごすぎてちょっとデモンズの活躍の時間が短かったんだけどね、限られた時間と予算の中で勝負しなくてはならないテレビシリーズの撮影であれをやってのけるのは、言葉を選ばず言うなら紛れもない化け物、坂本監督、いやもう見ててもすごかった。あのシーンは、あ、テラサさっき見ました、また別で動画、あ、まあ別にいいか、ここで言うのは
面白かった、15分だったけど早く続き見たいって感じだった。テラサーザミステリー、ただ仮面ライダーではないね。あでも、来2回目2話以降が仮面ライダーっぽくなるのかな、まあ、変身とかバトルシーンがほぼなくってサスペンス調に進んでいく感じなんで、まあ、あの近代一少年の事件簿みたいな、あのちょっとライトなミステリードラマというか舞台っぽいかな、なんか舞台を見てる感じですごいね会話劇が繰り広げられててめっちゃ面白いですよ。ただ仮面ライダーではない。あのテラサを契約してまで見た方がいいよって言えるかは第1話時点では分かんないけど、原発さんが本人役、原発役で出てきてドライブの、それプラスもう一人サプライズライダーもいて、おおってなって第1話終わったから第2話めっちゃ楽しみ。脚本がさ、セイバーで一部の脚本取られてめっちゃ評価が僕の中でも高かった内田裕樹さんだったから、内田裕樹さん脚本やっぱいいっすね。次のライダーとかで内田裕樹さんメイン脚本してほしいな。この素面アクションのかっこよさよ、足上がるねみんな。桜も常にさ鍛えてるからどんどんジャンヌ強くなってってますよね。大爆発、大変身、大興奮、ほんとかっこよかったこれ。おー、この変身シーン、でもこの変身シーンからアクション時間は短かったんだよな。あ、もうここに書いてあるね、テルイリュウ。そう、テルイリュウは事前に告知されてなかったから出た瞬間にわーってなった。まあでも本編とは完全に切り離されてる別の話っぽいので、まあ見ても見なくてもいいんじゃないかなと思っております。ケツアルコアトルで、あ、これもあれか、アマゾン限定のやつか。2週連続でアマゾン限定のアイテムの解説でございます。やっぱスピンオフに出たりするのかな。まあ単純な色替え、よりアクセルフォーム感を強くしてるのかな。じゃあバンダイキャンディーブラ、おー、ジャンヌ、お、すげえ素体、いい、すごいそのまんまのラインだ、この丸顔と細い体、え、かっこいい。あー、ラブコフ2月発売のオプションセットに収録、すげえ、こんなの絶対いい。ジュニアにボッコボコにされるやつね。わー、これはいい。あー、で、武器だ。ラブコフさ、ちょいちょい出てこないよね。一応変身すると同時に権限して守りながら戦わなきゃいけないっていう、そのジャンヌの強さのリスクがあるんだけど、最近そのリスクがないよね。あ、身長も若干小柄になってる。え、新素体作ったってこと？あ、完全新規設計だって、やっぱ。まあアーツも順番に出るとは思いますが、それまでの、まああとアーツも高いしね、ソードで、あー、いいやっていう人も多いと思いますから。うわー、ラブコフと一緒に飾れるのはいいね。これで五十嵐三兄弟っていうか現状の仮面ライダーたちが全員揃ったって。クズー、あ、武器持てるのか、ラブコフ、クズー、サジェストがね。おー、あー、そう、ちょ、これちょこれは僕週明けに見に行くんで、見に行こうと思ったけどさ、すごい量のプレバンアイテムが、そう、金曜日に見に行く予定だったんだけど、木金でめっちゃプレバンアイテムが届いて、ちょっと火曜日ぐらいに、月曜日、明日は忙しいんで火曜日に見に行く予定でございます。ソードバイ4が明日発売でございます。エビルジャッカルとかギフジュニアとかいろいろいますね。あ、作ってないままどんどん溜まってく。ってことで、ヒロミ生存ルートに入ったかと思いきや、来週雰囲気がちょっと怪しい感じになってるのと、デモンズ変身者がオルテカで固定されてるのかどうなのか、リバイスわかんないね、先が。ではこのリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルの今週の感想動画でした。